6年生6年生ですね。変わり目だね、なんかね、大人になりかけてるんだ。どうかよくわかんないけど、なんかお母さんが気がなんかその変異に気がついてるわけよね、変わり目ね。ちょっとね、これ個人的な問題だから、もっと詳しくね、いろいろ伺わなきゃいけない。例えば、僕らが見るのに、体に出てるかっていうか、身体生理的に何か起こってるか、それから行動の問題今起こってるように外に出たがらないってね、ただ学校だと目立たないっていうから分かんない。それからあと心理的な問題があるから、これは医者じゃ分かんないんじゃないかな。心理の相談みたいなとこがあって、本当はそういうとこに行けばいい、ね。でもう一つ他の体の問題、例えば三大生理っていうのが人間にあって、食べる、出す、あと寝るっていうのがある。そっちはどうなってるか、前と比べてどうなってるか。それからもうちょっと友達付き合いとか、別に男の子だよね。男の子ですね。女の子との付き合い方だとか、いろいろ思春期が始まるわけだからあるわけで、その辺のところも何らかの方法で分かった方がいいと思うんですね。で簡単にあれが出せないですね、こうした方がいいとか。だから本当はだから、そういう心理のどこの方か分かんないけど、もしか大都市だったら心理相談のところが学校の中に来るから、それとなんかお母さん素晴らしい人で、その子供のね微細な反応を見つけてるわけだから、なんか心配だったらそういう人に相談をするといいと思う。まずはお母さんが行って相談する。でもしか向こうがあれだったら、今度は子供を連れていくということになるんで、ね、僕も区の教育相談やってたからよくわかるけど、こういうのが一番本当は教育相談所としては一番いいと思う。だ子供の変化だから、何か起こってるに違いない。でもそれは軽々しく言えないよね、これだけの情報では分かんないから。で僕らの持ってるのはだから身体整理に出るか、行動に出るか、心のテーマとして出るか、3つを大体調べるんです。身体整理でもさっき言った三大整理っていうのがあって、そこで大体分かってくる、人間が生きていくのに必要なことだから。それからあと行動の問題は他にこれ付き合いとかいろんなのさっきのね あるから、それもぜひよちゃんとお母さん分かってた方がいいし、6年生だともうお母さんに甘えられないからね男になっていくわけだから、大人のなんかそういうことが本人の中にあるかもしれないね。大人になってるかもしれない、生理的に。それを母親には言えないから、分かんないから、まあそれ、ね、微細なとこがあるから分かんない。もっととだから詳しく相談できるところに行ってごらんなさい、見つけなさいっていうことしかない、言えないよね。そう、内科に何回か行って、内科じゃ分かんないよ、分かんないってことです、ね。でも体に具合が悪くないっていう、病気にはなってないわけだから、一応はそう思えばいい。で病気じゃないけど体は微細だからいろんな反応が起こるんですよ。だから内科では分かんないものが、内科血液検査だけしか分かんないから、それじゃもうごく大雑把しか分かんない、内臓の反応だから。だからまあ内科の限度ですね。内科の先生でもね、心理に詳しい人はいろいろ聞いてくるけどね、普通の内科じゃ分かんないと思うよ。さあ内科行っても異常ないからって言って精神科に行くのもあんまりそこそこ精神科行くと子供がびっくりするじゃない。あ、まあ、そうですね。だからその前にね、やっぱり医者じゃなくて、その教育の相談、教育相談所みたいな所の人とかに行った方がいいと思うんですよね。子供を驚かせない。あ、精神科に行くと逆に子供は驚いちゃう。驚きますよ、病気じゃないかと思うから、多分病気とかじゃないと思うけどね。大人になる途中だから、本人がなんかとても
動いてるんだと思うんですね。なんかそれはいろんな本人のなんかあったと思いますよ。外出たがらないっていうのは近所の子供の関係とかあるかもしれない。それ実際にカウンセラーと面談していろいろ話していかないとちょっと、それもっとあのカウンセラーはもう秘密守ってくれるから、うん、そこのところで話すしかない。一般の人に話せないと思うよ、うん、子供だって、うん、でカウンセラーとうまくいけばカウンセラーには子供がもっと気持ちを話す、親には話せないと思う、あと思いますよ。そういうだんだん時期になっていく、うん、思春期、うん、